回のフィフスライブの幕開映像があったじゃないですか。そこでレンちゃんがめちゃめちゃ喋ってくれてたんですそう、あのね、なんか今までのライブの、幕開映像、結構レンちゃんはなんていうんですかね、メンバーの言うことに同意するみたいな、いいねとかそうですねって言って、あのどっちかというと後ろから支えていこうっていうタイプだったんですけども、なんかこのフィフスライブを通して、あ、レンちゃんめちゃめちゃ成長したんだなって私幕開映像ですごく感じていて、なんかまだテレビアニメのサンキューが放送されてなくて、マルガレーテちゃんとね、トマリちゃんがどういう感じでリエラの一員になったのかなっていうのも分かんない状況だけど、レンちゃんの言葉ですごいなんかみんなめちゃめちゃ成長してるんだなっていうのを感じて、なんかそれをね、私たちも声を当てた後にいろいろリハーサルするわけですよ。そしたら、あ、レンちゃんこんなに成長してるんだったら私もなんか皮をもうなんかえってね、一皮脱いでもっとなんかレンちゃんの新しい部分見せたいなっていう気持ちにすごくなって、なんか私も成長したいし、テレビアニメのレンちゃんもきっと成長したいって思ってるんだろうなって思っていたので、なんか今回のライブのリハーサルはすごい自分自身の向き合いとレンちゃんとの向き合いをずっとしてた日々だったなと感じました。それでね、SNS とかで皆さん の反応とかを見て、あ、なんか新しいレンちゃんいいんじゃないみたいな、ちょっと今まで私は可愛くて優雅なレンちゃんをね目指してやってたんですけど、なんかかっこいいなぎちゃんがやるレンちゃんもすごくいいと思うみたいな、そういう意見を見て、あ、やっぱりみんなレンちゃんのイメージってこういう枠があるかもしれないけど、この枠の外に出せるのは今の時期、このテレビアニメ3期が放送されない時期だと私しかいないんだなと思って、だからこそなんか皆さんのね応援が本当に励みになりますし、なんかリエラのみんながたまにね、そのきなこちゃんも言ってたけど私がいいのかなみたいな、そういう時になんか私たち11人を演じられるのはそれぞれのね担当しかいないので、もっと自信を持ってもっと皆さんになんていうんですかね、思いを伝えに行っていいんだなって感じたフェスライブでした。本当にね、ちょっと私は今後がすごく気になります。もうフェスライブ終わっちゃうけど、また次に皆さんに会える機会があったとしたら、きっと今よりもレンちゃんもっと大人になって生徒会長のトップとしてみんなのことを支えていく存在になっていくんじゃないかなと思いますので、これからのリエラ22人の成長を今後も楽しみにしていただければなと思っております。またどこかで、いや、ライブでお会いしたらいい、お会いできたらいいなと思っております。本日はありがとうございました。葉月蓮役、青山渚でした。